はい、ということで今日も AI に関するニュースを1分で解説していただこうと思います。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきたいと思います。よろしいでしょうか。大丈夫です。はい、まあ、よーい、スタート。はい、では2020年6月18日にですね、グリーとプリファードネットワークスが、ゲームを共同開発すると合意したというふうに発表しています。詳しく言うと、グリーの子会社である WFS というゲーム会社がありまして、まあ、有名なゲームで言うと消滅都市とかですね、釣りスタみたいなゲームを出しているところなんですが、この2社が共同でゲームを作っていくというふうに発表して、とても話題になっています。なんとね、プリファードネットワークスというのは日本を代表する AI の会社さんなんですが、今まで DNA さんとかとも、まあ、会社を合同で設立するみたいな取り組みをしていて、こういうインターネット系の会社とつながりが深いなというふうに思っています。まあ、今回のこの協業は、この WFS という会社が培ってきた、まあ、企画力とか開発力、そういったところと PFN、プリファードネットワークスが持っている AI の力を組み合わせることによって、もっと面白いゲームを作るという取り組みです。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。